今日午後、総理官邸を訪れた一人の女性野党・国民民主党で副代表も務めた元参議院議員の矢田和歌子氏ですま賃金と雇用を担当しなさいということですので大変重い重責をいただいたと岸田総理は今回賃金と雇用を担当する総理補佐官として八田氏を任命 野党の元国会議員を補佐官とする異例の人事について松野官房長官は適材適所の考え方で総理が判断された労働市場改革や構造的な賃上げの推進に向けて職務を果たしていただくことを期待しています一方でこんな見方も岸田総理側自民党側に何らかの意図があるということが伝わってくる人事ですね まあ連立入りへの布石と思われても仕方はないと思いますね以前から取り沙汰されていた岸田政権と国民民主党の連立構想、今回の人事で加速することになるのでしょうか、国民民主党は。いろんなパイプをわれわれは与野党、政府持ってますが、矢田さんもその一つになりうるということは当然だと思いますね。